チャオ、あっちゃんです。昨日おとついになるのかな、おとついというか、定期ライブをして、で、その翌日やから、ごめんね、ちょっと定期ライブか、定期ライブの翌日か、14日のライブかで、そのことを15日か、ちょっと待って、いつかわからなくなってきたね、話をして、ドライブ動画にしたんが、16日の、晩ご飯動画、大概でドライブ動画を上げた時に、ちょっとまあ話して、ほんまはこうやってね、座って話取りたいねんっていう話をしてた、そのことやねんけども、ライブ中に、お話をして、まあ、確かにね、その感じのことをもうお話しした。もう、それはその動画見てください。覚えとったらリンク貼っときます。覚えてなかったり、もしリンク貼れてなかったら、16日の晩ご飯の時間、16日の夜6時に上げた動画、お買い物にね、行ったドライブ動画やねんけども、そこを、まあ、見てもらえればわかるとは思うねんけども、まあね、一応まあ話はするけども、まあ、ライブ中にね、視聴者さんからお電話をいただいて、で、それに対して、それを見てくれてた視聴者さんが、まあ、口々にいろいろ書いてくれて、それのね、動画を見て、まあ、みんなね、うん、心当たりがあってごめんねって言ってくれた人で、やっぱりそこで口々に言ったけども、今回コメントくれなかった人でも分かってくれてるとは思う。でも、あっちゃんに反発もあると思う。いや、そんなことないよっていう人もいてると思う。で、もちろんそこでそんなことないって書いてくれた人もいてる。資金のあっちゃんやとか、ルールを決めてんから、ルールを守るどうのこうの。ルールっていうのはね、守らなければいけない、確かにそうかもわからへん。でも、このね、時間を決めた、あっちゃんが決めても、臨機応変にそこは変えないといけない。だって、突然切らんなんこともあったり、いや、話は最後まで聞くためにはね、やっぱり伸ばし延長することもある。そこ、何でもかんでもルールの肩にはまるっていうのはあっちゃんのやり方じゃない。はっきり言わせてもらうけども、ここはあっちゃんねるです。どういうルールでやろうと、それはあっちゃんねるやね。それを見てもらうっていうのがライブであって、でライブであっても、あっちゃんがもしね、まあ、なんかの話をしてます、あっちゃんの話を聞かずに横列でお話しする人がいてますね、いろんな話をする。で、それも、昨日、これ今先撮った動画やねんけども、前日に上げた動画にも、まあ、言ってるけども、自分のこと、プライベートのことを言ったりした、人の嫌がることを言ったり、喧嘩したり、あっちゃんがとライブやってる時に、そこでガチャガチャやってるのは失礼なことやねんね、実はね。まあ、失礼とは言わんで、あっちゃんがいいとは言ってるけども、まあ、喧嘩するのはやめてねとは言ってるけどもね、そういうのをやってるのにもかかわらず、わざわざ勇気を振り絞って、で、あっちゃんねるとか、あっちゃんねるみんなのことを楽しませてくれるためにクイズを作ってくれた人に文句を言ったり、それだけじゃなく、あっちゃんのためにとか電話してくれる人で、あっちゃんはライブの途中で電話入れますよって言って、そこに電話に口々に言う人がいてる。で、今回も、じゃあ最初にまあ5分なんて短い、あっちまに「こんにちは、もしもし」言うたら5分終わってまうねん。その5分はあっちゃんの読み違えて、で途中でまあ20分に切りましょうって言ったのに、20分も経ってない間にぐちぐち文句言っとったでしょね。だから、あえてあっちゃんは伸ばしてみたっていうのもあんねんけども、うん、だからそういうのもあって、こっちはやってんねん、こっち、ライブはこっちからの一方通行やのに、ああせいこうせいどうのこうのって言うんだ、こんかったらええやんかっていうなってしまうねん、結局。だから何か、ライブに何しに来てんのか。ライブはあっちゃんがいろんなことする。だから歌を聴きに来てんのに、間の、歌と歌の間のトークはいらんねん。まあね、そういうライブをする中で、途中でトークを入れてみたり、で、途中でまあ、言ってたら、アトラクション、手品やったりとか、お笑いやったり、寸劇、コントやったりするライブもあるやんか。そんなこんなでひっくるめてライブやねん。で、視聴者参加型でもしね、マジックするんやったら視聴者さん1人か2人呼んできて、その人にマジックして踊って見せたりするライブもあるわけやねんね。まあ、めったにないけど、そういうライブもあんねん。で、それも見に来て、ひっくるめて全てがライブやのに、あっちゃんのやることに文句あるねやったら、それは違うんじゃないのかなってあっちゃん思った。やっぱりそれで納得してくれる、全てがあっちゃんに従えとは言わんけども、ライブっていう、あっちゃんね、動画っていうのはあっちゃんから一方通信やね。一方通信であって、それに対してコメントでやり取りしながら、あっちゃんはそっちに寄せていって、視聴者層を増やすために寄せていく。いや、寄せていかずに自分を貫いて、それに合った視聴者さんだけをね、見てもらう。やり方は人それぞれ。それは動画主、人それぞれでね。結局、どこに帰ってくるかっていうのは、あっちゃんに帰ってくるね。あっちゃんの視聴回数であったり、収益に帰ってくるだけのことやねんね。
ね、だからそこのところに視聴者さんから、ああじゃあこうじゃ、ああじゃあこうじゃ言われたところで、ちょっと大人げなくないかっていう話をしたけどもね、やっぱりあっちゃんこうやってみんなの意見、また今回もコメントもらって、あの分かってくれて反省してくれた人、分かってくれた人、でもそれに反発した人、やっぱり違うなと思うね。その人の意見 何人かって読ませてもうたけども、それでも時間がどうとかなんだかんだで、だから時間っていうのはそんなに大事かじゃないと思うよね。やっぱり臨機応変に、金鉄さんも5問のクイズって言ったのに4問目ではい時間切れっていうよりも、やっぱり5問まで言わせてあげたいっていうのもあるし、でやっぱりその発射音なんかでも言ってみたら、なんとかエクスプレス、トワイライトエクスプレスのね、ラストランの、ナレーション、なかなか感動したと思うね。それを感動したって言ってくれた、コメントしてくれた人もいてる。で逆に言ったらなかなか聞くこともない、興味のない人は興味ないけど、よくよく聞いてみて、何年間ってずっと毎日北海道と大阪を行き来してきたトワイライトエクスプレスが廃線になる、ここで最後です、でみんなに何万キロ乗ってきてもらって、ありがとうございましたっていう、あのね、車掌の声のちょっと心、もうラストラン感極まっての言葉やと思うねんね。あっちゃんゾクゾクってして鳥肌立った、今それ思い出しても鳥肌立ったわ今。それぐらいやっぱ感動するもんやね。それを感動できるっていうのは人の気持ち、車掌さんっていうのはね、そういう電車に携わってきて最後の一本目の電車の時の感動っていうのが入ってきた、だからそれをやっぱり伝えてんのをね、やっぱなんちゅうかな、あの感じ取れるっていうのも人だと思うね。ちょっと待って、誰か帰ってきた、はい、下が快適なんでね、なんかね、昼から懇談もあるから、ね、給食が終わって快適だけど、忘れもあって今から学校に届きかなあかんねんけど、ちょっと先トイレ行くいうことなんでね、ちょっと話がちょっと止まっちゃって、何の話をしたんかわからなかった。トワイライトエクスプレス最後そういうのっていうのも感動する。それは何かっていうと、感情移入、まあ、興味なかったら興味ないかもわからんけど、あっちゃんねるでそれを興味持ってくれたらいいと思う。興味ないから突っ跳ねるんじゃない、興味ないことにも興味を持つことによって世界観って広がると思うねんね。これが自分がもしね、何かお仕事してきて定年になる、いや何かあって家庭の事情で会社を辞める、その中で何年間やってきた最後の机を片付ける時とか、最後みんなに挨拶する時の感動っていうのをね、思ってもらったらすごく感動することや、ほんだ世界広がんね、そういうのもあるんだな、ほんだ電車一つに興味を持っていく、ほんで今いつも通勤に乗ってる電車、めったに電車乗らへん人、車しか乗らへん人、一回何かそうね、仕事のためてか生活のために乗るんじゃなく、趣味のために電車に乗ってみてって考えたらね、一区間でもいいわ、いや一区間やったらちょっと足らんかわからんけど、言ったのは急行じゃなく各駅停車でね、朝から出て行って夜帰ってくるぐらいの電車に乗るだけの旅、ずっといて駅から出ない、言ったら一個隣の切符を買えばぐるーっと一筆を書きして隣の駅で止まって降りるのも OK なんね。そういう旅行もあるんだけど、そんな旅をして途中で駅弁を食べるっていうことで、風景を見る、ゆるい時間を過ごすっていうのに、心に人生に余裕が出てくるんだよね。うん、だから心に人生に余裕が出てくると、自分に興味ないお話を聞くっていう余裕が出てくるんだけど、ちょっとあっちゃん思った、大人げないを超えて、自分の心に余裕がない人なのかなっても思った。あっちゃんの応援してくれてるファンの人であって、あっちゃんが嫌で文句言ってるんじゃないと思うんだけども、それに対してやっぱり自分以外の視聴者さんが電話した時にこう思った。そのもし仮にね、その文句言った人が勇気を振り絞って電話をしてきてくれました。で、あっちゃんがその人がどんだけの話するかわからないけども、まあ、1分という時間を切りました。いや、5分という時間を切りました。10分にしました。20分にしました。話が終わらへんかって途中でプツンと切られた時の気持ちを考えてみて。自分がそっち側の立場なことを考えてみて、それやったらプスってきルールやからって切られるよりも、やっぱり最後あともう少しで終わりたいって言うと終わるってことまで、あっちゃんはそれをね、読んでみて、金鉄さん、あ、これやったらクイズ、あと1問やったらもう数分やったら終わるなってことを読みながら話したね。うん、だからそういうの気持ちを分かってもらえたら、もっともっと人っていうのはコミュニケーションうまく取れるんちゃうのかなと思ったね。ちょっと待ってね。はい、ということでね、やっぱり心に余裕を持つことによって人の話を聞ける、いくら興味がなかったもね、その興味のないところに自分がどこに興味を持っていくかっていう聞き方をするとね、ちゃんと見えへんもんもう見えてくると思うね。興味ないからもうやめてくれとか聞かないんじゃなく、この人は何を言いたいんだろうとか、あ、そういうこと、そういう趣味もあるんだなって、全く興味ないものに興味を持とうとする、
なんていうのかな、意識ってすごい大事だと思うねんね。だからそうすることによってもっともっと世界観って広がってくると思うねん。うん、だからそういうのがやっぱ大人のたしなみとまでは言わへんけどもね、おとなしく聞く、まあ学校もね、これ前にも言ったけどね、幼稚園とかでもやっぱり人の話は最後まで聞きましょうっていうよ。ほんなら小学校の先生、校長先生がね、たら挨拶します、卒業式とかでね。そういう時に、長々話して、なんぼと長い話すんねん、うだうだうだと思って、先生が、やめろ、こら校長やめろって言わへんでしょ。やっぱり校長先生の話は最後まで聞きましょうって言われて、いくらで10分ぐらいで終わる予定が30分ぐらい校長先生話したかって聞かなあかんやんか。それを興味なく聞いてたら30分が1時間に、1時間が2時間にでも嫌く長く感じね。でも言ったこと何を言ってんねやろなって興味を持つことによって、1時間喋って2時間喋って延長して3時間喋ってもそれがすごく身につくことになると思うね。あっちゃんはだから人の話っていうのは最後までちゃんと聞くタイプ。だからあっちゃんに電話してくれる人ってね、だいたい2時間3時間電話してて喋る人がおんねん。普段プライベートでこのオフの時にかかってくるよね。やっぱ普通に2時間3時間4時間話する人がね、何かってあっちゃんはその言いたいことを一生懸命聞くことによって、分からんかったら聞き返す、で、あ、そう、じゃあどうとかって、こう相槌だけしか打たへんね、ほとんど。自分あんま喋らへんね、喋らへんなら何もでも引き出していくから、いっぱい話してくれね。だから長い時間電話かかってくる。で、あっちゃんもだからほんまに2時間3時間の電話ザラにかかってくることがあんねんね。そうやって聞き出すことによって相手の気持ちっていうのは知れんねんね。それが人と携わる態度ちゃうかなって思うね。だからライブなんかでも人の話とか全く興味ない。そのくせ自分電話してたら多分長い電話すると思うね。だからほんまに5分や10分やって切られて10分までにまとめて話する人何人おんねんとおらへんはずやね。自分が自分がわがになってると思うね、この世の中。だからそれをみんなでいい世界にするためには、やっぱり大人としてその辺考えていかないといけんのちゃうかな。特に今回高校生 VS 大人やねんからね、大人としてのたしなみとしてそこはちゃんとやってほしかったなと思うね。ちょっとごめんね、途中子供が帰ってきてあっち行ったりこっちで途中途切れ途切れ途切れ、あっちゃんも言うことが切れてしもうて何を言いたいんかわからんくなってもうね、だいたいこういうこと言いたいなとまとまったから全部飛んでしまいました。はい、ちょっとまとまりがなかったんで、まあ一応これ編集してあげてね、もう一回またうまく伝わってへんかったらまた撮るかもわからへんけどね。そんな感じでね、やっぱあっちゃんのライブっていうのは毎回何をするかわからへん。言ってみたらカラオケやる、カラオケリクエストします、話を聞きます、無茶振りされたらします、で電話でやります、で、まあ、ボイスチャットみたいなんでみんなが入って何人かでクロストークやります、そうかまた1対1の電話します。で今回クイズをするっていう企画を金鉄さん考えてくれた。これあっちゃんにはなかったことやね。クイズしましょうってなってしてくれて、かなりマニアックやけどもね、そういうクイズをやってくれた。そうやってみんな企画を持ち寄ってくれたりもする。そんなもありでやってんねんけども、だからって言って今回はアンチコメント以外禁止ですよっていうルール設けることもある。逆にアンチコメント禁止ですよっていうライブをするかもわからへんでしょ。そうやって毎回そのライブのテーマっていうのが変わっていくね。テーマは変わるけど途中のルールも変わるわけよ、ね、だ前回はアンチコメント OK やったけど今回はアンチコメントはダメですよになるかもわからない。で前回は、リプキンじゃなかった、もうみんなとクロストーク OK やけども今回急にリプキンにするかもわからない。あ、もうライブの話以外は禁止ですよっていうかもわからないって言ってもコメント欄でも昔言ったよね、動画以外に関係ないコメントはやめましょうって言ったけど一切誰も守らへんかったよね。みんな大人でしょ。だからルールすら守られてないのにあっちゃんにはルールって、それはおかしい。自分が守れてない、守れてない人ほどルールに厳しいね。本当に守る人はルールをきちんと守る人っていうのはある程度ルールは許容範囲で受け入れるんよ。何でもルールが正しいわけじゃない。だからあっちゃんはルールを守らないっていうね、いつもで、ね、一般世間常識はあっちゃんの非常識って言うけども、だから何かこれはっきり言うとくけども、まともに常識も分かってルールも受け入れた上で横から見れるわけ。何にも分からへん、基礎ができてへん人は横から見たって全くできへんことになる。逆に物差しに測ったことしかできへん、今臨機応変に変えることができへんのちゃうかってあっちゃん思うね。だからそこは変えていかないといけないとあっちゃんは思うけども、みんなにそれは強要しません。でもあっちゃんねるはそうやってルール決めても1秒後に変わることもある。それについてきてもらわないとあっちゃんのライブは楽しんでもらえへんと思うね。あっちゃんライブを楽しむためには頭を空っぽにして
小学生、幼稚園の気持ちに戻った状態でわって楽しめるライブをしたいねんね。大人が大人のルールやどうのこうのって厳しいことを言ったところで何にも面白くない。それやったら一般社会で自分が今生きてる世界でリアルな状態でやればいいわけ。あっちゃんはバーチャルの世界、バーチャルリアリティね、まあ、VR じゃないけどもね、バーチャルの世界、画面の中にしかいてないあっちゃんがわちゃわちゃやってる。あっちゃんのことをみんなは見に来てくれてんのに、どうして現実をリンクさせるのかが意味がわからない。だからそれやったら現実で楽しんだりやん。現実で楽しめへんからバーチャルの画面の中のあっちゃんで楽しんでくれてるわけやろ。ほんだらバーチャルで楽しんだらいいのに、なんで楽しめへんことを言うのかなと思う。そこはね、もっと大人として、大人の社交場は何か楽しめればええわけやんか。なんで社交場に来て楽しめへんこと言うのかなと。否定的になるのは自由かもわからんけど、あっちゃんのライブで否定的になってもみんなが嫌な気分になるだけ、そう分かってほしいなと思いました。まあ、こんな感じで動画撮ってもけど、あっちゃんと言いたいこと触らへんかったね。子供帰ってってさ、途中入ってかあっち行ったりこっち行ったりするし、なんか持っていかんなんことがどうとかこうとか言って、そうなったからね、言いたいことがうまく触らへんだけど、さあここで切って次もう一回撮るかってなったら言いたいこと触らまくんよ。だからあっちゃんはこれもっとつまんで出すよ。出すけどもうまく伝わらへんかもわからへん。またそのみんなからコメントがあったとこを見返してまた動画にするかもわからへんね。こんな感じでやっていくのがあっちゃんなんでね、その時その時で変わる、コロ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 変わるって言うけど、コロ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 変わられへんやつほどおかしいと思うね。だってね、これあっちゃん聞いた話だけど、世界のトヨタ自動車、今今年ルマンで優勝して世界一になったメーカーやね、世界のトヨタ自動車がもともと車屋さんじゃなかったんよね。織物工場かなんかの機械を作ってたよ。トヨタ織物かなんかの機械を作ってたから、なんかそんなんらしいんだけども、もうそれがダメになってきた時に、これからは車だって言って車を作ったらしい。でも車もやったけども、いろんなことがあって車が売れへん時代、全く違う業界をのことをやって、ある程度収益を得て今車業界として君臨している。そうやって都度都度変えられるっていうのが大事やっていう話を聞いてきてんだけど、あっちゃんそう、パナソニックでさえそうやらしいしね、ホンダ総一郎、本田義元もそうやしね、やっぱり一流になった会社なんかでも、今一流って言われてる会社なんかでも、途中で自分が決めてきた絶対譲ったあかんところでも平気で来るって、その場で変えられるっていう臨機応変さも大事やねん、この世の中。それがあっちゃんねん、あんねんから、それに対応できへんかって文句言ったり人のことをけなすっていうのは人としてダメじゃないのかなとあっちゃんは思います。はい、賛否両論あると思うんだけどね、こういうことも言っていくことでみんながね分かってくれれば嬉しいなと思ってます。はい、いうことでした。何回もねしつこく言ってるけどね、なんでか言ったらね、動画であっちゃん雑談程度で言ってるけど、これきっちり動画にするわって言ったから、これ今回してみてんけどもね、まあそんな感じで、分かってもらえれば嬉しいし、やっぱりそれでも反発意見があるって方、分かってくれてへん人もいてるだけじゃなく、コメントくれてない人っていうのは分かってくれてんのか分かってくれてんのか分からへん、分からへんからもっともっと言わなあかんのかなと思って言ってます。だからね、そのねライブ内で口々に言ってた人もね、コメントいただければ嬉しいです。はい、いうことでした。ではまたね、バイバイ。こんなあっちゃんやねんけどね、今日の話良かったよと思ってくれたら高評価を、でまた応援コメントとかね、いや違うよとか賛否両論コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。